今回はどれも効率的に筋肉に効く効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。まずはスマホ、顔の前に置いてやりましょう。まずはうつ伏せです。この状態で手を前に出して肘と膝で体を持ち上げる。これでキープ、いきましょう。まずは体幹鍛えていきましょう。頑張って。少しきつくなったら途中で降りてもいいよ。できるだけ肘を前に出して、お腹がプルプルしてたらバッチリ。もし肩が疲れたらね、途中で休憩してね。頑張っていこう。うおー、腹に効いてる。オッケー、ベリーグッド。そしたら今度はね、肩の下に肘を置いて交互につま先立ちで膝を伸ばす。交互に膝を伸ばしてプランクをします。できるだけ息長く吐いて、体を変える本質はね、体幹です。しっかり体幹鍛えて、今回いろんなメニューあるから頑張ろうね。よーし、オッケー。今度は上向きましょう。スマホ持ったまま手を前に伸ばして体を起こしてキープ。いくよ。できるだけ息長く吐いて、頑張って。腰を下に押し付ける感じ。息長く吐いて。頑張って。腹筋効いてるよ。いいよいいよ。お腹がへこむよ。よーし、オッケー。はい、じゃあ今度はね、このまま足開きましょう。お尻を上げて、ゆっくり背中から腰にかけてつける。息吐きながらゆっくり腰つけていこう。お尻上げたら、ゆっくり背中から腰をつける。これで下腹の腹筋しっかり使えてくるよ。腰からゆっくりつける意識して。体の使い方がね、上手になれば、どのメニューも上手にできるからね。はい、じゃあ今度は足上げましょう。足を下ろしながら体を起こす。足を下ろして体を起こす。見よう見まねでいいよ。最後までやったら達成感やばいよ。中途半端にきついのがね、一番ね、終わった後にしんどい。ちょっと乗り越えたらね、なんかやった感があって、疲れた感が少し飛ぶからね。ちょっと頑張ったぐらいが一番ね、継続できる。よーし、オッケー。はい、そしたら膝を曲げた状態で体を横にひねっていこう。これで腹部の横、バランスがいるよ。ちょっとね、キュッキュッとね、早く戻す意識するとしっかりね、お腹周り効くよ。息を吐きながらしっかり踏ん張ってね。反対に戻して。よーし、オッケー。はい、そしたら今度うつ伏せです。膝をついた状態で上体反らし、息吐きながら肘を伸ばす。この時に上体を反らすというか、
手で床をしっかりね押しながら体を上げてみて、そしたら胸も二の腕も効いてくるよ。今回ね全身鍛えるメニューになってるから、体型に悩みがある人全員おすすめ。よし、はい、そしたら今度はねこの状態で手で床を押す、ぐーっと押す、何回か押してみて。さあ行ってみよう。ぐーっと押したらちょっと休んで、ぐーっと押したら休む。もうこのねこういった運動ってもう男性も女性もね、物を使わなかったらどっちでもいいですからね。きついから男性のメニューっていうのは関係ない、物を使ってなければ女性も合います。よーし OK。 よし、じゃあ今度この状態両膝曲げて、こっから体をね浮かしてみよう。もし持ち上がらんときは寝たまんまやってみて、寝たまんま両足持ち上げてみて。これで腰、お尻、もも裏、弱い筋肉が全部鍛えられる。ちょっと余裕があるよっていう人は肘ついてやってみて。こういったねちょっと難しくってできないやつ、それってそこの筋肉弱いからできないことやった方が絶対効率がいいよ。よし OK。 さあ立ちましょう。スマホ持ったまま中腰になったら左右に揺れる、行ってみよう。スマホ見ながら体重移動、これずっとしゃがんでるからめちゃくちゃねもも裏お尻効いてるよ。できるだけ体が上下しないようにね横に動いてみて。全身使えるからもう最高だよこれ。よし OK。 いやーどうだった、みんな。一応今回のメニュー全身使えるから、ダイエットしたい人、便秘改善、反り腰、猫背、腹筋が弱くてお腹が引っ込まない、もうそういった人にはもうめちゃくちゃおすすめ。全部できたよと思ったらコメントで教えてね。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。